と立ち向かって最後は必殺エルドラドインパクト。だけどすぐに次の工作モンスターが現れて一体どうなっちゃうの。また次から次へとしつこいやつめ。俺様をなめるなよ。この剣もあの城もこの世界も全部俺様のものだ。行けアイスプールタートル。受けて立つ。行くぞシャドウドラゴン。勝手に指図するな。まとめてこい。はっラバっている。くらえシャドウウィング。よしこんなものか。なんてんだアイスプールタートルよ。そのまま相手を凍らせろ。なに体が動かない。だとそのままアイスプールタートルの中に落ちていけ。ラバドラゴン、シャドウドラゴン。なめた真似を。ラバ様すぐ先行くなってベイベー。助けるぜベイベー。みんなこの敵の攻撃に触れると凍ってしまうぞ。シャドウの力を見せるのだ。エルドラーズ突撃。僕も助けるカップ。なんだ？あれに黒いストームスター。あの時元に戻ったはず。ふっ来たか。シャドウストーンモンスターよ。シャドウストーンモンスター。やつは昔から我が輩たちの仲間でシャドウの中の一番の暴れん坊だ。それにシャドウライオンとシャドウウルフも駆けつけてくれたか。まるで双子みたい。大勢でいつもかかってきやがって。だがこれはどうだ、アイスウォーター。なに水だと。ラバドラゴン、まずいよまずいよ。スキャリーアイスブレイス。冷たいでごわす。なんてことを。もうここからは出られないぜ。ひどいカップ。やめろ。邪魔するな、アイスブレイ。なに凍らないだと。そっか、氷のエルドラドたちはもともと凍ってるもんね。そうだぜベイベー。さあここは俺様たちの。私の出番さ。いいところ取られたぜベイベー。だけどこれじゃあ手が届かねえぜ。キャッキャッキャッ。そうだ、助けれねえだろ。どうしよう。いや今まで僕たちは乗り越えてきた。何かいい方法が。そうだ、ピコッとひらめいた。何？本当かベイベー。どこかに洗濯バサミと紐はないかな。みんなで材料を集めるぜベイベー。シャドウとエルドラドたちを助けるんだ。
一つになっている。おい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 、何すんだ。見よ、私の華麗な釣りさばきを。助かったぞ。でかした。なんだった。みんな動ける。ここは俺に任せろ。みんなの熱い思いで体が温まってきたところだ。今度は俺がみんなを温める番だ。ラバヒート。こりゃ温まるでごわす。私も手伝うであります。なんだこのぬくもりは。我ら復活。何、さあ反撃ののろしを上げるとしようか。今までのお主との戦いで僕たちはどんどん強くなってるんだ。またいつの間にそんなもの。みんなが戦ってくれてる間に作ったのさ。この仲間を信じ合える絆が俺たちの強さなんだ。絆、悪くはないな。タップ、それがなんだ。悪あがきはよせ。よくやった、シャドウマスターロボットよ。いくよ、カメさんもいい子になーれ。エルドラドインパクト。俺たちも続くぞ。タップ我が輩たちも続くぞ。
取り戻すぞ。僕に任せてカップ。やった、手に入れたカップ。ありがとう、それを僕にちょうだい。何言ってるカップ。カップくん、僕はこの時をずっと待ってたんだカップ。何？やめるんだ、仲間だろ。ああ、うるさいカップ。信じてた人に裏切られた僕の気持ちがわかるカップか。ゴー、ラブドラゴン。おい、しっかりしろ。仲間とか絆とか、くだらないカップ。カップくん、いいな。こいつの思いはまっすぐすぎるが本物だ。カプね、僕はあの時信じることをやめたカップ。絆なんて簡単に壊せることを見せてあげるカップ。スーパーウェポンよ、最強の力を貸したまえカップ。シャドウドラゴン、ホワイトジャイアント、動くのだ。こいつはどうなってるんだ、ベイベー。仲間を傷つけたくないのに。これは全部お前の仕業なのか。そうだカップ、僕がみんなの体を操っているカップ。僕は相手よりうまく剣の力を使ってるカップ。このままではお前が、いっそのことこの我が輩に。ダメだ、絶対に俺は仲間を傷つけない。ラバドラゴン、お願い、もうやめて。みんな、もっと傷つけ合うがいいカップ。僕の痛みはこんなもんじゃないカップ。お前、くすまぬが、ラバドラゴン、もうボロボロだよ。俺は大丈夫だ。頼む、ラバドラゴン、避けてくれ。このままではお前は、ガかよ。ラバドラゴン！
ズと遊んでみてね。みんな困ってるぞ。サンサンとゴモリンドイッツ、今日はこれエルドラド、かっこいいドラゴンやモンスターに。これは黒いロボットたち、一体何者？見てからのお楽しみ。レッツプレイ。前回のあらすじ、ノイズから奪われたお城とスーパーウェポンを取り戻すためにエルドラドたちと進む僕たち。ノイズが作り出したマグマティラノサウルスに仲間が食べられて大ピンチ。でも石のエルドラドたちの硬い体でマグマティラノサウルスから仲間をレスキュー成功かと思ったのに、シャドウドラゴンが現れて石のエルドラドたちを乗っ取っちゃった。エルドラドたちも仲間の工作モンスターたちもみんな倒されちゃって、僕たち一体どうなっちゃうの。じゃあそんな、みんなは倒されちゃった。信じていた仲間にやられる気分はどうだ、ラバドラゴンよ。お前の言っていた絆は所詮こんなものだ。くさあお前たちも我が輩こそが最強と認め、我が輩に従うのだ。さすれば命は助けてやろう。なんだと、我が輩が最強。さあ貴様も言うのだ。ラバドラゴン。いえ、ラバドラゴン。キャッキャッキャッ、俺様またまた参上。ノイズ、こんな時にスーパーウェポンと城は渡さねえぜ。ノイズワールドを作る邪魔はさせねえ。どうなってんだ。飛んだ邪魔が入ったものだ。なに、俺様が邪魔だと。ふん、ここでは俺様が最強ってことを見せてやるぜ。認めん。我が輩の邪魔をするなら滅ぼすまでだ。行け、シャドウの仲間たちよ。おい、ジョコマカト、トーンエアスパイダーの力見せてやるぜ。ストーンエアスパイダー、こいつは箱に大きな穴を開けて中にスズランテープを仕込む。体は大きな段ボールを組み合わせてくっつける。折りたたんだ段ボールで足を差し込んで完成だ。所詮は工作、恐るに足らず。それはどうかな。バッカーン。なに、風だと。キャッキャッキャッ、くらえ。バッカーン。くっ、油断したか。くぅ、シャドウドラゴンたちが飛んでいっちゃった。キャッキャッキャッ、まだまだまだ。ラバドラゴンたちも危ない。もうやめて。うぜぇ、これ様の邪魔は誰にもさせねえ。力が入らねえ。ああダメ。ぐっ、ガーガー。カブーみんなえっ、舐めた真似を。こんな落ちる。あ、危ない。助かった。ありがとうカップ。もう動けないぜベイベー。大丈夫？
お楽しみはこれからだ。最悪だぜベイベー。じゃあはっはっは。どうやらお主を舐めていたようだ。こうなったらあやつらを呼ぶか。さっきから何言ってんだ。この者らは暴れん坊で手を焼かせているのだが、あれはなんだってんだ。クロニーロボット集団、シャドウロボットたちよ、今その力を見せる時。さあ暴れよ。なんだあいつらは。ロボットがなんだ。バックーン。このままじゃまた飛ばされてしまうであります。まずいってか。この怪我ではうまく動けん。バラバラになっちゃう。そうだ、あのロボットたちみたいにみんな一つになって固まるんだ。いい作戦だサンさん。みんなもっと寄り添い合うんだ。恐れず進め、シャドウロボットたちよ。バックーン。みんなしっかり固まるのだ。僕たちの小さい体じゃ持たない。何かいい方法を探してあります。これなら持ちこたえられそうだ。なんとかして必ず仲間を取り戻してみせる。バックーン。なんだあれは。おい、しっかりしろ。今だ、シャドウロボットたちよ。我が輩たちも続くぞ。一気に終わらせる。強くなるというのか。風からみんなを守れであります。パワーアップがなんだ。クッコーレンシャー。なに、なんのこれ式。バックーン、バックーン。なんて強さだ。こっちもまずいぜベイベー。カップくん、もっとくっついて。カップくん、なめおって。こっちは方向も変えられるぜ。そう、磁石の力でな。狙いを定めて
石の仲間たちが危ない。よせ、逃げるんだ。体さえ動けば助けられるのだが。やめろ、もう無茶をするな。しつこいやつめ、これでとどめだ。バッグシャドウドラゴン。いつの間に。何、一体何が。なぜ助ける。俺たちは同じエルドラドの仲間だからだ。何、見た目はみんな違うかもしれないが、元はみんな一つの仲間のはずだ。いいな、この世界では最強の存在が一つあればいいのだ。力こそ全てだ。そんな、シャドウドラゴン。はい、俺様を忘れるな。その最強の存在は俺様だ。みんな来るよ、一つに固まるんだ。バトン、バトン、バトン。頑張れ。押すんだベイベー。オラオラオラ。この仲間と合体して超パワーアップだ。そうだ、ピコッとひらめいた。サンサン合体だ。合体、ジャングルのエルドラドたちを合体させてパワーアップさせるんだ。ジャングルクリーチャーとその上に仲間たちが合体。ジャングルキングたちも合体。うん、かっこいい。さすがだ。あともう少し。よし、画用紙発見。これを葉っぱの形に切って草につける。あと葉っぱがあるならお花もつけなくちゃね。なにこれ、スイミヤさん。サンサン特製風を切り裂く葉っぱカット。みんなを守るお花ガード。これなら勝てるぜベイベー。ふん、俺様の真似しても無駄だぜ。すっつけー、ジャングルの仲間たち。みんなもグッドボタンで応援して。キャッキャッキャ、まとめて飛ばしてやる。バッチョーン。
やったか。まだまだだ。頑張れみんな。いや大丈夫。待たせたな。ごめんだぜベイベー。みんなジャングルの仲間たちが戦ってくれてる間に回復したであります。待たせた。まだこれからってか。カプー。僕たちも戦うぞ。なぜ。こいつもこいつも。だがまだこっちの空気砲がある。我が輩たちは撤退する。何が仲間だ。くだらぬ。何、止まれ。言うことを聞かないだと。確かに術は聞いているはず。何が起きている。撃つぞ。まずい。くっ。なんだ。ロックビースト。石の仲間たちも。どうして。まだ元には戻ってないはず。オイラにはわかるってか。仲間の絆。絆。心はやはりつながっているんだな。さあもう一押しだ。行くぜベイベー。よし僕たちもいつものやっちゃいますか。材料集めて。作って。これで光沢ポスターの綺麗な心を取り戻してみせる。みんな、お待たせ。来たか。あの模様はジャングル。行くよ。必殺エルドラドインパクト。もちろんだ。はあ。はあ。はあ。ザイロストーンエンファイザー。なかなか手ごわい。はたようだな。やったぜベイベー。ジャングルの仲間たちが切り開いてくれた。わしは一体何を。ロックミスター。石のエルドラドたちも元に戻った。急に光に包まれたぞい。またやられた。だがまだ終わりじゃねえぜ。シャドウドラゴン。手伝ったわけではない。勘違いするな。またこの手でお前たちを倒すために生かしただけだ。何。シャドウドラゴン。おっと返さねえぜ。なんだ。
に。またお前か。もうお前ら全員俺様にとってはみんな敵だ。俺様に逆らったことをここで後悔させてやるぜ。今日遊んだおもちゃはエルドラドン、ラバドラゴン、アイスジャイアント、ファイヤーイーグル、ジャングルクリーチャー、ジャングルキング、ミニクリーチャーたち、シャドウドラゴン、シャドウロボットたち、シャドウマスターロボット。みんなが好きなエルドラドはどれかな。みんなコマンドレボー、サンサンゾンゴモリンドイッツ。今日はこれエルドラド。ドラゴンやゴーレムみたいなモンスターにロボットもいる。この小さなモンスターたちも気になる。みんなはどのエルドラドと遊んでみたい。レッツプレイ。前回のあらすじ、ノイズからスーパーウェポンを取り戻そうと進んだら突然目の前にシャドウドラゴンが現れた。エルドラドたちを支配しようと強力な力で襲ってくる。仲間も増やしてシャドウたちに追い込まれちゃった。でも僕たちも負けずに工作の力でエルドラドたちをパワーアップさせて大逆転。シャドウドラゴンは諦めて逃げていった。そのままパワーアップした姿でノイズの元へ進むエルドラドたち。だけどそこにマグマティラノサウルスがやってきてエルドラドたちをどんどん丸飲みにしていく。これから僕たちどうなっちゃうの。ギャッギャッギャー、ショータイムの始まりだぜ。みんな、すまない、油断したぜベイベー。みんなを丸飲みにしちゃうなんて怖すぎるカプー。あ、言っちゃダメだ。ギャッギャッギャー、まだこいつは腹ペコだからちょうどいいぜ。行け、マグマティラノサウルス。みんな、こんなにあっさりと食べられちまうなんて本当に俺様からスーパーウェポンを奪う気があるのか。このままじゃ僕たちのお城も平和も取り戻せない。我ら任せろ。早速わしらエルドラーズの出番ってか。エルドラーズ作戦があるぞい。ラバドラゴンたち、今度は我らが助ける。みんなも協力してくれるぞいか。かたじけない。最高の仲間だぜベイベー。サンさんたちが作ってくれたこの装備の力見せてやるってか。みんな続け。みんなお願い、我らの速さについてこれるってか。エルドラーズハリケーン、ちょこまかと。こっちも揺れてますわ。絶対に捕まえてやる。な、今度はなんだ。ファナピー。みんなナイス。あとはわしらに任せろってか。ねえ、波玉ネオ、ここで決めるぞい。マグマティラノサウルス、エルドラーズ、まだ暴れられるか。アタック、みんなが飛ばされちゃう。ダメー、そうはさせないカプー。父ちゃん、ジャングルゾーンスライダー。うわー、なんてことを。まだこんな力が残っているとは。ガッガッガ、俺様を舐めるからだ。いなくなっちまったか。こいつはまだ暴れ足りないみたいだぜ。僕たちも追いかけよう。キャウ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 、キュピ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 、グワ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 。No!
だが休む暇はねえぜ。やめるんだ。許さないぜ。くここまでか。やっと追いついた。あーまずいよ。食べ尽くせマグマティラノサウルス。キャウ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 キュピ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 。俺は？僕たちはミニクリーチャー。いざという時にここでずっと特訓をしていたのさ。今こそ僕たちの力を見せる時が来た。邪魔するならお前らを先に飲み込んでやる。行け。おお、そんな。どうした？食べられてない。どうやら石は硬くて噛めないみたいだ。何？残念だったな。石だったら食べられない。じゃあわしの出番ぞい。ダメだ、そんな弱った体じゃ。そうだ、もっと高速で石のエルドラドたちをパワーアップさせるんだ。わしもっと強くなれるんか。うん、よし、じゃあ食材料集めだ。それなら僕たちに任せてくれ。みんな頼むぞ。キャウ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 キュピ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 グワ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 。ありがとうミニクリーチャーたち。よし、すぐパワーアップさせてあげるからね。まずは紙コップを半分に切って、ここも切り抜く。そしたら細かく切って重ねるようにパーツを貼り合わせるよ。くっつけたパーツの裏にモールもつけて体に巻き巻き。これがわしの鎧だぞい。あっという間に魔法みたいだ。まだまだ仕上げもあるよ。僕にも手伝わせてくれないか。ありがとう。このキラキラなシールを鎧にペタペタペッタン。ペタペタペッタン。おお、こりゃ最高だぞい。力がみなぎってくる。みんな強いぞ。鎧も作ったら武器も作らないとね。紙皿を半分に折って片面に切りたい形の線を描いて、あとは画用紙やキラキラシールで仕上げてペタペタペッタン。ペタペタペッタン。装備完了。やったな、サンさん。うん、クモリン特製キラキラバナナソーダも作ったよ。なんじゃそりゃ。よし、今こそ石の力を見せる時ぞい。後ろは任せろってか。仲間取り戻す。僕たちもお手伝いするカップ。しぶといやつらね。さあ行くぞい。マグマティラノサウルス暴れろ。こりゃ痛くも痒くもないぞい。ここはわしが押さえておく。勝利が見えたってか。僕らも協力だ。ロボットたちよ、石のエルドラドたちの援護だ。どいつもこいつも。やるじゃねえかベイベー。心が一つになった俺たちは何よりも強いんだ。うぜぇ、来て来てる。あともう一押しだぞい。ほう、あの石の者たちは以前より力を増しているようだな。その力欲しいぞ。そうは思わないか。じゅーお前の底力見せてやれ。
暴れるんじゃないぞい。しぶといな、疲れてきたぞい。なんとか動きを止めないと。あれだ、とっておきを作ってエルドラドたちと一緒に戦おう。僕たちに任せて。それはあの時のってか。必殺エルドラドインパクト。動き止まった。みんな今だぞい。助かったぜベイベー。みんなの思い届いたぞ。さて向かうとするか。みんな無事でよかった。またやられたぜ。だがまだ盗作モンスターは控えてるからな。ロックビースト、石の仲間たちをよくやってくれた。てめるさい。ティラノちゃんも仲間にしてほしいみたい。カップ、いいよ。見事な戦いだった。シャドウドラゴン、最強を求める者としてその力が欲しい。我が輩たちの仲間にならないか。何？我が輩たちでエルドラド最強の力を見せつけ、エルドラドたちを支配するのだ。そんなのごめんだぞい。力だけで仲間は作れないぞい。ロックビースト、そうでなくちゃってか。みんなも同じぞい。まあよい、なら力ずくで奪うまでだ。なになに、こんなにいっぱい。シャドウのミニクリーチャー、何をするつもりだ。かわいいシャドウの仲間たちよ、行け。なんだ。シャドウ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 、まずい予感がする。僕たちで助け、うがー、ストーンモンスターが。ストーンモンスター、大丈夫か。がっ、パパ様、そんな。じゃあこれが我らのミニクリーチャーの力。囲まれたものは闇の力に飲み込まれていく。なんて厄介な能力なんだ。ブラナイトウルフ、ストーンドラゴン、仲間に何するぞい。今からこの石の者たちは我が輩の仲間だ。元に戻すぞい。お主も我が輩の仲間になれ。シャドウ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 、ロックビースト。シャドウ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 、ロックビースト。準備は整った。さあ石の仲間たちよ、存分に暴れよ。ロックビースト、お前たちとは戦いたくない。くっ、力が強すぎる。落ち着くのであります。俺たちは仲間なんだ。今はそうじゃないみたいだぞ。さあチェックメイトだ。グハッ、思い出すんだ。グワッ、俺様がわからないのか。ガー、仲間同士でよくないんだ。カプ母ちゃん、ティラノちゃんもお願い。やめるんだ。カプ、へえ、石の仲間たちよ。うぐよー、強すぎる。カプじゃあ
あっという間だったな。ロックビーストみんな倒されちゃった。前に言ったはずだ、次会った時が最後だってな。じゃあ今日はそんなおもちゃはエルドラド、ロバドラ。